まるで要塞だな。さっき飛んできたやつだろ。ずいぶん立派な壁じゃねえか。あの壁は昔の戦争の名残だ。それを帝国軍が利用しているようだな。どう攻めるか考えよう。よし、着いた。今日は野宿ってことで。エグニス、何か策は？策というほどではないが、この人数で正面からは攻められない。潜入するなら深夜だ。敵に気づかれるまでの時間が少しは稼げる。それまではできる限り基地の情報を洗おう。レガリアの場所にも見当をつけておきたい。入手した情報を分析し、潜入方法と位置を確定する。そこら辺は頼んだ。いよいよレガリア奪還作戦だね。目標はレガリアの奪還。騒ぎを大きくしたくない。少しずつ確実に仕留めて進もう。で、夜明け前に撤退だな。ああ、作戦途中でも諦める。敵が体勢を整える前に引く。
合図を出したら一斉に行くぞ。それまで待機だ。3、2、1。よくやった。この調子で行こう。おい、なんだよ。サーチライトだ。やり過ごせたか。慎重に進め。了解。闇に紛れて進め。ああ。背後から狙え。一撃で仕留めるぞ。あれが基地の動力源？魔導エネルギーの装置なのは確かか。
付近の魔導兵が強力なのはあれの影響かもしれない。ぶっ壊すか、こそこそしなくて済むぜ。いや、まずはレガリアを探すのが先だ。気づかれるぞ、音を立てるな。了解。よかったね、見つかって。ああ、特に目立った損傷もなさそうだ。見つかった。作戦の変更だ。ここからレガリアを運び出す必要がある。装置を積極的に攻めろ。敵を弱体化できる可能性がある。隠れる必要は？もう見つかってる。好きにやれ。了解。